どうも皆さんこんばんは。筋トレサプリ論文解説です。本日はエレウテロの効果、注意点についてお話ししていきたいと思います。まずはじめに、この動画の参考文献については概要欄に貼ってありますので、ぜひご覧ください。僕のプロフィールですが、もともとパーソナルトレーナーをしていまして、アメリカのトレーナー資格 NSCACPT を保有しています。サプリに対してはあまり積極的ではありません。過去にいろんなサプリをとって体調を崩した経験があるので、 今はなるべくサプリメントに頼らず食事から栄養摂取する考え方に意識を変えています、えー、そのため気になる栄養素があったらできるだけ研究論文などを確認してから摂取するか決めるようにしていますこのチャンネルでは僕が調べたことを皆さんにシェアしていきます それでは本日のテーマエレウテロについて早速お話ししていきますエレウテロはアダプトゲンの一種と言われていますアダプトゲンとは精神的なストレスを緩和したり肉体の疲れを癒してくれる植物の総称ですね、えー、このチャンネルでは他にアシュアガンダロディオラロゼアを動画にしているのでそちらもぜひご覧くださいエレウテロについては昔のロシア旧ソ連で1962年に治療競争剤として医療での利用が許可されていたそうですウィキペディアではエレウテロではなくエゾコギとして ページが存在していますこれによると日本の北海道にも自生していてシベリア人参とも呼ばれているそうですねまた1980年のモスクワオリンピックではソ連がこれを選手団の強化に利用していたとも書かれています2011年上海第二軍医大学の研究では中国ではエレウテロが漢方薬として利用されているとのことですねシリンギンやエレウテロシドイという物質が主要な活性成分ということで ストレスを緩和したり、がんや海洋、炎症に対する抵抗作用や肝臓の保護機能などが期待できるそうです。では、エレウテロの効果についてお話ししていきます。1つ目、不安を和らげる効果。2009年、株式会社サンクロレラさんの研究論文によると、20歳から55歳の男性32名に対して、エゾウコギエキスを飲んだ後にストレス負荷テストをしてもらったところ、エゾウコギ飲料を飲んだグループでは、不安や緊張を示す指数が低下したとのことです。 また2020年鈴鹿医療科学大学の研究ではエレウテロに含まれているイソフラキシジンとシリンギンという成分の抗不安作用を調査したそうですがこれによってイソフラキシジンについては有意な結果が確認できなかったそうなんですけれども一方シリンギンについては抗不安作用があるということを確認したそうです。 また同じく2020年鈴鹿医療科学大学の研究でエレウテロに含まれているエレウテロサイド E とクロロゲン酸という物質の混合物が抗不安作用を発揮するということを確認したとのことですつまりエレウテロが不安を和らげる効果があるということがさまざまな研究から確認されているということです2つ目抗炎症作用2006年公益財団法人河野臨床医学研究所の研究によるとエレウテロに含まれている主要活性成分のエレウテロサイド E という成分が 炎症性タンパクの遺伝子発現を抑制してくれるそうですこれによって体内における抗炎症作用が期待できるとのことです3つ目抗アレルギー作用2004年株式会社サンクロレラさんの研究によるとエゾオコギの根から抽出したものの抗アレルギー作用を調べたところ統計的に有意な抗アレルギー作用が確認できたとのことです花粉症ですとかさまざまなアレルギーは現代人を悩ませるものですけど エゾウコギエレウテロによってアレルギーに対する抵抗性が得られる可能性があるということですねエレウテロの効果4つ目疲労回復持久力アップ旧ソ連で35人の被験者に対してエゾウコギを30日間投与したところ最大酸素摂取量が増加したという報告があるそうなんですけれども2003年日本栄養食糧学会誌においては人間ではなくマウスによる実験ですけれどエゾウコギを摂取したところ 水泳耐久試験つまり泳ぐ時間ですねマウスの泳げる時間が伸びたという報告がありますまた2011年上海第二軍医大学の研究でも同じようにマウスの水泳時間が伸びたという報告がありますこの研究ではさらにエレウテロシドという成分によって体内の脂質がエネルギーとして利用されることを促進してくれたり筋肉量を維持してくれるなどの可能性が示唆されていました しかしながら2009年順天堂大学の研究で陸上競技のマラソン選手に対してエゾゴギ抽出物を摂取してもらったところ血中の乳酸ですとか 5000m 走の記録の向上に有意な変化はなかったという報告もあります。 なので人間における研究はソ連の最大潜取量が伸びたという報告になるのでエレウテルで本当に疲労回復持久力アップの効果があるかはまだまだ研究が必要かもしれませんが少なくともマウスにおいては水泳の時間が伸びたという報告が挙げられています5つ目認知機能の改善2011年富山大学の研究ではラットの細胞における研究なんですけれども脳のニューロン神経突起の再生ですとかシナプスの再構築などの作用が確認できたそうです これによって将来的にアルツハイマー病の予防策になる可能性などがあるというふうに示唆されていました6つ目抗がん活性2016年アメリカン・ジャーナル・オブ・チャイニーズ・メダスに掲載された論文によると肺や肝臓などの悪性腫瘍に対して抑制効果があると報告されていますこれによって将来的にエレウテロの成分が抗がん剤として開発される可能性もあるというふうに書かれていました7つ目血流アップ 血流がアップするとさまざまな健康効果があるということは皆さんご存知かもしれないです逆に椅子に座って一日中動かない人は血流が滞ってしまうので死亡率が高くなるという研究結果もありますのでなるべく体を動かして血流を上げていく方が健康にいいということは間違いないですねそれに伴って2003年日本栄養食糧学会誌に掲載されていた論文によると エレウテロを長期間繰り返し摂取することで末梢血管における血流改善効果への可能性が挙げられていましたまたエレウテロに含まれているクロロゲン酸が血液中の中性脂肪や過酸化脂質を低下させてくれる効果もあるというふうに報告されていましたということでエレウテロを摂取することによって血流がアップしてよりさまざまな健康効果が得られる可能性があるということとさらに 血液にある中性脂肪ですとか酸化してしまった油を低下させてくれる効果も期待されるということで生活習慣病の予防にもしかしたらエレウテロが活躍してくれるかもしれないですね最後エレウテロの効果8つ目抗ウイルス作用免疫力向上について2001年ドイツの研究で インフルエンザウイルスなど複数のウイルスに感染した細胞に対してエレウテロの抽出物を加えたところウイルスの増殖が抑えられたという報告がありますこれはあくまで人体で実施されたものではないので体の中でどういった反応するかはわかりませんがインフルエンザウイルスなどの複数のウイルスに対してエレウテロがウイルスの増殖を抑える効果が期待できるかもしれないですね えー、この他ですねさまざまなサイトで主要活性成分の1つエレウテロサイド E が β エンドルフィンの分泌を促すという記述をたくさん確認したんですけれどもこれについては肝心の論文が全く見つからなかったのでこの動画では具体的には述べないですが今後も引き続き調べてみて論文が見つかったら動画を更新したいと思いますでは続いてエレウテロの副作用注意点について簡単にお話ししますエレウテロについては薬の効果に影響を及ぼすリスクが考えられるそうです これは一般的に薬物の相互作用というふうに呼ばれるんですけれども医薬品の効果をなくしてしまう可能性があるということですねこういった面から何かしら治療中の方は接種しない方がいいと思われますまた血圧の上昇にも関連性があるそうなので高血圧の治療中という方には特に注意が必要かなと安易に手を出さない方がいいアダプトゲンなんじゃないかなとは思いますね最後チロシについて少しお話しします 論文なども含めてチロシンの動画を別で作る予定なので興味のある方はそちらをご覧くださいチロシンについては睡眠の改善ややる気向上などが期待されている成分としてエレウテロを調べているさなかいろいろと情報が確認されました飲み続けると耐性ができてしまうというお話もありますその代替サプリとしてエレウテロが挙げられていました詳しいことは専用の動画でお話ししたいと思いますのでここではこの程度にしたいと思います では本日の動画のまとめです。はじめに、エレウテロとはアダプトゲンの一種で、昔のロシア、ソ連では需要競争体として医療の利用が許可されていたものになります。 効果としてはたくさん考えられるんですが不安を和らげてくれたり抗炎症や抗アレルギー作用が期待されるとまた疲労回復や認知機能の改善などもヘレウテロの効果として期待できるものということですねさらに抗がん活性とかひ、えー、いては血流アップや抗ウイルス作用もあるので健康的な作用も複数期待できるということですねただし副作用として薬の効果を和らげてしまう可能性があるのと血圧を上昇させてしまうリスクもあるので何かしら治療中の方は エレオというのは手を出さない方がいいいいいんじゃないかなかと思いますはい、では今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました、えー、今回でアダプトゲンに関する動画3つ目になるんですけれどもそろそろアダプトゲンをまとめて簡単にご紹介するまとめ動画というのを作りたいと思いますのでよければそちらもご覧ください本日も最後までご視聴いただきありがとうございましたお疲れ様でした